日本大阪府池田市山都町山都町は大阪府池田市にある地名である定番を持たない単独町名である郵便番号は563-0054である当地域の人口は2017年12月末時点で438人である面積は2018年3月末時点で0.051平方キロメートルである池田市の西部に位置する北は 栄本町、立石町と接しており、東は上池田一丁目と接している。南は城南一丁目、菅原町と接しており、西は栄町、栄本町と接している。当地域や栄本町から立石町の高台にかけての坂は、面も坂と呼ばれており、坂の中ほどに面も、楼という旅館が存在したことに由来するとされる。当地域の生端部を、 大阪府道9号美濃池田線が通っている。当地域の南端部を菅原上池田線が通っている。当地域は池田市立池田小学校及び池田市立池田中学校の校区に含まれる。池田市立池田小学校1857年つしの池田村江津には内田町、荒木町との表記が見られる。1874年2月。 第一番小学校が開校される。1925年、池田幼稚園が開園される。1944年4月、町名変更が行われ、内田町の全域、荒木北の大部分、荒木南の一部、三笠、白園猫新海が大和町となる。1949年、池田幼稚園の北側にあった小林牧場が閉鎖される。 1963年、池田警察署が本町から山都町432の2に,に移転される。1965年9月、学校給食センターが業務を開始する。1970年3月1日、山都町の一部が、立石町、栄町、栄本町に編入され、栄町2丁目の一部を編入し、新たに山都町が制定される。 2002年3月、学校給食センターがリニューアルして開設される。ランチポケットという愛称が決められた。2004年4月、桜幼稚園が開設される。2013年7月、パティスリーモンターニュが開店される。ありがとうございます。